OKEC-3S、OK、は m 7銃剣の後継としてアメリカ海兵隊によって開発された M16 系統の自動小銃に装着する銃剣である。この多用途銃剣は M7 より優れた耐久性を備え戦闘用ナイフとしても機能する。OKEC-3S、OK、は海兵隊マーシャルアーツプログラムナイフ格闘を含む海兵隊の白兵戦訓練を拡張。 評価するために、アメリカ海兵隊総司令官ジェームズ・ウェル・ジョーンズ、大将によって2001年から開始された武器改良の一環である。多用途中券を採用するという決定が2002年12月になされてから33の異なるナイフが評価された。OKC-3S、OK、はほぼ全てのテストにおいて高い評価を得たため選ばれることとなった。また、製造。 販売は2003年から開始された。マックマップのロゴ。OKG-3S、OK、と M16 がモチーフとなっているアメリカ海兵隊の銃剣訓練。OKG-3S、OK、はオンタリオナイフ社一社により製造され、同一商品を民間でも購入することができる。といこそ付いていないが、カバー戦闘用ナイフのデザインに似通っている。M7 より大きく、厚く、重いものの、 アメリカ陸軍が支給している M 級よりも薄く軽くなっている。鋭い刃先はボディーアーマーの貫通を助け、柄の付近に作られている巨子は戦闘用のみならず、多用途ナイフとしての機能を向上させている。デモンストレーションにおいて、この試作型は航空機用アルミニウムとボディーアーマーに覆われたサンドバッグを貫通することができた。すべての箇所は、 耐腐食性を持つよう設計されており、サヤブを含めて 570g の重量がある。サヤブとツカブは、コヨーテタンギアの舞台に調和するように塗装され、ウッドランド迷彩、砂漠迷彩とも調和させることができる。ナトーストック番号は1095015216087である。OKC-3S は、波長 20.32cm。 母は3 4 9ンチメートルハーツ0 5 1トルである。また虚子部は、歯渡たりの中で4 4センチメートルである。人部は、HRC コード53から58の高炭素構成であり、マイナス32から摂取57度の間で破損することなく機能する。人部には、ン酸樹を飛膜処理も施されている。部には、滑り止め加工として、 人間工学に基づいた溝が掘られており、楕円型をしている。この構造は、作家症を防ぐとともに、訓練中の手の疲労を抑える働きも持つ。また、使用者が暗闇で葉の方向を確認するために、白頭足と地球、怒りのマークが刻印されているという特徴を持つ。フルタング式の中語はいずれも、 リンサンジオ飛膜処理が施されたツバ、マズルリングとポンメルの留め金をつないでいる。以前のオンタリオナイフ社の社長であり、最高責任者のニック・トバービッチ・ジュニアは、我々はツカブが人間工学的に正しいということを証明するのに、多くの時間を費やした、ツカブには肉差しができるような場所がない。海兵隊員は最高であり、彼らは最高に値すると語った。 ナティック研究所によって設計されたポリエステルエラストマー,ー製のサヤブは M7 のサヤブから重量と騒音を軽減し EN、イルブと調和させられる。またサヤブの口には重剣を固定するために内部の形に一致するように作られたステンレス構成バネと滑り止めが設けられている。セラミックで覆われたアルミニウム製ホーニングロッドはサヤブの裏側に位置している。 サヤブは EN モールシステムのパルズに対応している。ありがとうございます。